堺。巴の消息は？日吉の湯の内と外で人が居殺されたそうだ。おかげで村の往来はすっかり減ってしまった。巴の仕業だと？適切な場に弓取りを置けば村の孤立などたやすい。先生が長尾家でお使いになられた平日ですね。巴は覚えが早いな。いかにも、まるであなたの分身です。ならばそれを逆手に取ってやるぞ。来い。いかにして敵を見つけるのです？己を巴と思え。日吉の人の出入りを掌握するのであれば、どこに兵を置く？浜への道は数人で足ります。さよう。宿の後ろの道に。いいな。隠れ場もなければ見通しも悪い。わずかな人数で村全体を制すのだぞ。村の橋を見張る者がいるでしょう。いかにも。村の入り口を兵で固めてはいかがでしょう。もはや街道に人はおらぬぞ。兵を置くだけ無駄だろう。村の南の道は上り坂。弓を射るには最適かと。筋がいいではないか。見込みがあるな。では参るぞ。巴には他に何を？余さず教えた。長尾家を去った言われさえも伝えてやったぞ。温泉に浸かるため身を引いたのだろうな。なれど弟子は取った。しばらく後にな。何故です？弓を置くことはわしにとって死と同義。まだ死ぬつもりはない。指南役を捨てたことに後悔は？弓の腕を鍛えるほど己も鍛えられ、武士の本懐とは己に勝つことのみ。後悔などないぞ。そろそろ用心しろ。罪なき者をやつらめ。人殺しを三途の川に送ってやるとするか。罪なき者まで殺めて、巴は島民としての誇りまで捨てたのか。同士討ちさせて島を取るのだ。私の古い友も寝返りました。心弱き者ほど剣や富や地位は本意などたやすいものよ。いずれにしろ二人は執事を疎んじておったのでしょう。優しさは身を滅ぼす。心情は察しますが、混乱を招く者を許すことはできません。お主も招いておるぞ。敵にのみ。島中に武士は自制を持たねばならぬ。自制なくばただの人殺しよ。なれど敵を殺さぬ限り
戦は終わりません。お前も同じことを言ったな。お前はいかにして弟子に。父親の粗末な夢だけ持って道場に現れ、帰ろうとしなくて、ね、追い返そうとはしたぞ。だが次から次へと的に矢を当てようって、まったく度肝を抜かされたわ。鍛えていたのでしょう。構えは不可能。あれでは戦に向かぬ。だが矢を外すことをためらう度胸だけは。天賦の才か。殺しの才だ。気づくのが遅すぎたかな。石川はいるか。おのれ、何をだ。ああ、ことづてがある。申せ。石川、日吉の民は全て命を乞うことになる。長尾広則に撃たれた者のこと。黙れ。長尾広則、賊に殺されたはずでは。昔の話だ。優れた弓取りだったと聞きます。弟子だったのですか。いや、全て巴のデタラメだ。全てではないでしょう。疑心暗鬼にさせるための策だ。日吉を守れるのはわしら二人しかおらんからな。ならば信じましょう。村の守りを練らねばならん。手はずが整ったら道場に来い。